皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日は大人気シリーズゴールドラッシュ行っていきたいと思います。いやーやりました。ゴールドラッシュ前回、はい、野々岳山からスタートしたわけなんですけれども、そうですね。デスク今回はどこでしょうか。今回は武田信玄の、金山と言われた黒川金山の流れを組むですね、奥多摩湖のちょっと下流ですね、多摩川沿いに来ております。なんか取れそうですね。名前からして大砲が出てきそうじゃないですか。期待大ですね。武田信玄、まあ我々もパンニングの技術もね、前回野々岳山で取ってますか。そうです、身についてますね。でもですよ、奥多摩湖の下流、都心から1時間ぐらいなわけですね。近かったですね。野々岳山、6時間、6時間かかってますよね。最初からここでよかったんじゃねっていう意見がちょっと今出てるんですけども、お前ら甘いんだよ。どうしました、いきなり。野々岳山は、日本で一番最初に金が取れた山なんですよ。確かにそういうことです。なるほど。だから我々も第1回は野々岳山を選んだと。そこを抑えずして他へ行けるかという話ですか。ということです。おー、デスク素晴らしい。歴史があるんです。歴史がね、金があるところ、歴史があるんです。名言出ましたね。親顔ですね。まあ確かに。いやいや、まあ確かに、そうですね。金があるとこ歴史あり、そういうことでございますね。なんか納得しました。要はこのゴールドラッシュシリーズ、そこを抑えずして始まらないでしょと。ワインで乾杯も歴史を刻んでいくためには適当にやっちゃいけないよと。日本全国行くわけですからね。まあ世界ですよ。わかりました。ちょっと納得しました。めったにないですけどね、デスクが我々を説得してくれるっていう。なんかすごい意気込みが、意気込みを感じますよね。いつもよりすごいんですけど、気合入ってますか。どうしたんですか。そうですよね。いや僕もね、そのデスクの気合の入れ方を見たら、狙いますよ。そうですね。今日はちなみにですね、気合も入りますよ、皆さん。ただいまの金の価格ご存知ですか。言われてみると、わ、それ一番気になるやつです。これ大事です、金の価格本日 1g、9852円。マジっすか。すごい。前回1年前ぐらいですか。1000円近く上がってるんじゃないですか。上がってます。まだ上がり続けてるんですね。上がってます。力入りますね。これアッキーも今日はナゲットですか。ナゲット、ナゲット、ナゲット。これで、ね、いくらになるんですか。この持ち方もうこんなんすごいですよ。こんなんね、これで、これをゲットするわけですよ、皆さん。ナゲットゲット、いい ね、夢があるわけですよ。夢があります、ということでね、今日一日しっかり取れ高があるように気合い入れてパンニングしていきましょう。そうですね、武田信玄のおこぼれにね、預かりたい。お裾分けいただいちゃいましょう。武田信玄さん、いただきます。じゃあちょっと現地まで行きますよ。皆さん今日も頑張ってね、入れていきましょう。それでは皆さん、ゴールドラッシュやってまいります。頑張るぞ。せーの、ドン。いやー、着きましたね。着きましたね。もう綺麗な水、すごいですね。ちょっと一つ言わせてもらっていいですか。これね、あるよ。ありますね、これは。ある、ある。なんかもうビンビン伝わってきますよ。金のオーラが感じちゃってる。感じちゃってますね。確かに感じますね。今日はザックザクだと思いますよ。ガッツリ行こうか。ガッツリ行きましょう。そして皆さん、こちらはですね、例えばなんですけども、こういうですね、草の芽ですとかですね、こういうところとか根っこですね、根っこくっついていることがあると、またはですね、こういう岩場のこの石じゃなくこの下ですね、下、こういうところのこの砂砂利をこうさすくってですね、これをパンニングしていくわけですね。こう水を入れてですね、こうパンニングをしていくわけなんですけども、で、まあ、金が重いので最終的にはこの下に金が残ると、残ると。まあこれは前回の動画でもご説明させていただいているんですけれども、感動的ですね。はい、ありそうだなと思うところを各々探してゲットしていこうじゃありませんか、皆さん。そうですね。ということで、早速ファインディング作業戻ってまいりましょう。そうですね。皆さん、今日は金を取るまで帰れません。ゴールドラッシュスタート。ゴー、しゃー、はい、行きますよ。じゃあまずちょっと草の根っこが僕怪しいと思ってるんですよね。あー、水が冷たい。ちょっとこれ
あれ第一投目なのに、これどうでしょう。これ行きますよ。動かない。うわー、ぽいっすね、ぽいっすね。これそれこれですよね。ですね。しかも色もめちゃくちゃこれね、はい、いやとりあえずゲットしました。やりました。開始1分です。マジで。やりました。今日こそは来てますよ、デスク。これじゃあスポイトで丁寧に、ね、救出していかないと。行きます。よし、岩と岩の間に入っている草の根っこにですね、菌を蓄えている可能性がありますので、まずは根っこを十分にですね洗い落として、菌は重くて沈むんで、これをタニングしていきます。余計なものはもう出しちゃいましょう。これを外していきます。ちょっと大げさに振ってって、振るい落としてっていいと思うんですよね。これぐらいになってくると、見分けやすくなってきますよね。ここに一点の動かないやつがいるわけですよ。なさそうですかね。え、あったの、あっち。タニングしてねえから。掘ってっから。まだ掘ってるんだ。ああ。まだないか。ねえわ。ごめんごめん、ちょっとあったのかなと思って。振り向きざまに何言ってんすか。ごめん、勘違いしちゃった。どんな感じがいいっすか。隣にいないじゃないですか。そうだね。そうだねって。これでかいでかい。これ露骨にすごいすごい。これはでかいですよ。でかいですね。結構でかい。カメラではっきりじゃないですか。あ、おーデスク。草の根っこと岩の隙間、やばいっす。来ましたね。輝いてる。動かない。もうこれ、うん、絶対そうですね。やりましたね、デスク。やったね。やりました。ちょっとどん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 行きましょう、これやってこう。ちょっと僕まだスポイトで油断禁物ですか。いや、ここ大事だね。嬉しい。1、2ミリぐらいありますか。1ミリ。でかいですね。でかい。よし、こんなもんで搬入してきますよ。これでゴールドラッシュ。あった？いいわ。回してみるわ。ああ、来たの。え、来たの。いや、来てない。あ、来てない。俺も来てない。あはははは。あ、危ない危ない。間違いでした。言ってないですよ、来たとは。あ、本当。
もう幻聴が聞こえるようになっちゃったもんね。そうだね。ちょっと金のことを考えすぎてまずいね、これは。さっきのあのデスクのを取っちゃったら、これは幻聴も聞こえますよね。そうだね。ちょっとあの感動をもう一回味わいたいね。欲しいですよね。欲しいな、ボスもナゲット。もうアッキーも頼むよ。やりますよ。さっきのデスクので見るとちょっといいですか、ちょっと分かります、めっちゃちっちゃいです。こことここに、あ、光ってるね。回しますよ。お、確かに動いてない。どうでしょう、動いてない。多いですね。今ちょっと砂を落とし切りましてですね、どうですか、見えますか、ここに2つ並んでるんですよ。本当に点です。光ってるね。黄金です。 D すごいです。いいですか、私今ですね、これ岩の下の砂を洗ったんですけど、はい、金は、はい、G スポットです。ゴールドスポットは奥なんですよ。 G スポットは奥です。深いっすね。なるほど、深いね。奥なんですよ。ゴールです。表面じゃないです。奥を行っちゃってください。攻めないとダメです。一番ちっちゃいの取ってめちゃくちゃ偉そうに語ってますけど、ね、これアッキーの執念の2つ目で、格言ですね。もう一回いいですか、金は G スポット、いいですか、奥です。やった、奥。それ大事っすよ。 やっぱりこれ前回の時とはちょっと違いますね。取れる量も、ね、雰囲気がありますね。雰囲気がやっぱこうビンビンに伝わってくるんですよ。ビンビンに G スポットオーラが、まあ、皆さん勘違いしてるんですか、あくまでゴールドですからね。おい、弁当食ってんじゃねえよ。そうや、俺の周年。え？これか。おお。おお。でかい。でかい。こっちもこっちもじゃん。ほら。2個？これもこれも。これも？これまだ。あと2個だ。で結構でかいじゃないですか、しかも。まだあるよこれ。休憩してた。ほら。周年ですね。僕が狙ったのは、はい、岩と岩の間の奥ですよ。ここ。G がいたんですね。 G があった。そのまま終わるわけにはいかないと、まあ、本当あれじゃあ、まあまあ、ちっちゃいだけで終わっちゃうじゃないですか、まあまあまあ、やっぱ男としたら大切にこだわっていかないと。皆さんやりましたよ。アッキー10年になりましたね。奥です。しつこいから。砂金取りを開始して2時間が経過いたしました。はい、私もう第1投目でですね、すごかったですね。さすがだね。ゲットできまして、電光石火でしたね。いやー嬉しかったですね。ただその後は苦戦してしまったんですけども、もうデスクどうですか。いやー俺もでかいのが取れたんで、はい、本当嬉しいよ。いやー大きかったっすね。大きかったっすね。出やがったっす。今日はどうですか皆さん、砂金を取りたいのであれば G スポットは奥です。ということですね。小さい方は特に奥です。何言ってるんですか。何を言ってるんですか。今回は黒川の金山ですね。金山から流れ出てきた玉川水系、はい、そうですね。そんな種類がさまざまな。そうですね。はい。ぜひ皆さんもですね、夏休みシーズンに近づいてまいりましたので、うん、ご家族またはお子様連れ、お友達と一緒にですね、この玉川水系であればきっと金山取れると思いますので、砂金取り楽しいですよ。ぜひ皆様お楽しみいただきたいと思います。はい、こう安定でした、ね。はい、そうですね。本当この、なんていうか、半径50メートル以内に、カミカミちゃん、大丈夫です。50メートル以内でこれだけ取れたわけですから、ね。そう、そうなんですよ。前回と比較するとやっぱり結構あるんだな。そうですね、手応えがあります。前回飛びまくりましたもんね。こうジャンプしまくってきたんですけど、
今回ここだけで成果がありましたから、よかったと思います。ということで、はい、引き続きワインで乾杯ではさまざまな金山で、うん、砂金取りゴールドラッシュシリーズ進めていきたいと思いますので、はい、こうも期待ください。はい、じゃあご挨拶は前回と同じようにいきましょうかね、覚えてますか。いきますよ。それでは皆さんご一緒にゴールドラッシュ。